こんにちは、フィーフィーです。え韓国政府の中からついに極日旗を認めるべきだという声が上がりました。まあ、そもそも日本の極日旗に対して韓国がどうこう言う筋合いはないんですが、韓国はこれまで日本の極日旗に対して日本に統治されていた時代の象徴として批判を繰り返してきました。 これ、韓国は日本に植民地支配されたと言っていますが、この認識は間違っていて、実際は併合であって、韓国を植民地にはしていません。今回、日本の曲実期について、問題はないのではないか、認めるべきではないかという声が、韓国の政権与党、国民の力から上がったんです。 韓国国民からの批判覚悟で極日機を容認すべきだという声が韓国の与党議員から上がる意味は大きいんです。韓国はこれまで極日機に対してもかなり過剰な拒否反応を起こしてきました。ただそんな韓国に変化が現れたんです。極日機を掲げた日本の海上自衛隊の軍艦がプサンの海軍基地に入港したことに対して 韓国の与党内から日本の極実期は世界が容認しているという意見が飛び出したんです。ただこれはあくまで韓国国民の総意ではありません。この発言をした韓国の与党議員は国民から非難を浴びる覚悟で話すとそう強調しました。 これ確かに中国の脅威が拡大する中で日本との安全保障を強化する必要があるからもう極実機のことで揉め事を起こすのはやめようとそういう意味で声を上げたということもありますがそれだけではないんですというかその理由以上に韓国経済を立て直すためには日本からの経済的な支援が必要だからもう極実機にこだわるべきではないとこう言っているわけです 韓国メディアは、韓国の反日は終わったとか、韓国の人々の意識は変わりつつあるなんて報道を最近積極的にしていますが、長年骨の髄まで擦り込まれた反日がそう簡単になくなるわけがありません。反日感情バリバリの韓国国民には受け入れがたいことだと分かった上で、それでも、 韓国経済のために、もう世間に向けて、もう局実期にこだわる必要はないんじゃないか、極実期を認めようじゃないかという声を韓国の議員が上げているんです。というのも、韓国の経済は今、急激に悪化しています。 韓国の中央銀行にあたる韓国銀行が今年の GDP 成長率予測を1.6%から1.4%に下方修正しました。韓国の経済成長率については国際機関なども次々と下方修正しています。開発銀行や IMF、格付け会社のムーディーズも同じく韓国の今年の経済成長率を1%台だと予測しています。 日本の野村証券なんてマイナスだと言っているんですね。韓国の経済界からはこの野村証券の予測値についてあまりに厳しすぎるんじゃないかなんて声も上がっていますけど今の韓国の経済の状況を見る限りマイナス成長の方が現実的です。というか韓国の場合1%台の経済成長でもダメなんです。 韓国は経済がまだ発展途上なのでこれからも成長しないといけない国なんです。しかも韓国はこれと同時に物価も上がっているから深刻なんですね。景気が悪化する中で物価の上昇率が上がることをスタグフレーションと呼ぶんですが今韓国はそうした状況にあります。韓国銀行は韓国の経済成長率について 今後中国の景気が回復しなかったり、あとは先進国の金融不安が拡大したら、成長率がさらに下がる可能性があるとしています。しかも韓国銀行の総裁はもっとシビアなことを言っているんですね。韓国政府はこの先財政や通貨政策などの課題を短絡的な政策で解決しようとすれば、 韓国の経済は簡単に壊れるとここまでのことを言っているんですえ。さらに韓国銀行の総裁は5年から10年以内に韓国の高齢者の貧困が今よりももっと大きな社会問題になるだろう。労働、年金、教育を含む構造改革が必要だとう政府に対して訴えていましたえ。ちなみに韓国銀行の総裁はこんなことも言っているんです。 中央銀行の総裁である私がなぜこのような話をするのかというとこういった問題を構造的に解決できないまま金融緩和しろとか金融を下げろといった無責任な要求があるからだとこう切れていましたまあここまで経済が悪くなるまで、まあ、これまでの政権が放置したことが本当にやばいですよねえ、韓国銀行の総裁が切れるのも当然です でここで重要になってくるのが若者たちの雇用問題だとそう指摘しているんですね。え韓国ではいくら大学で学んでもなかなか自分の専門を活かせる仕事に就けないと言いますえ。まず相当な名門大学を卒業しない限り条件の良い会社に就職することは難しいそうです。え韓国は階級社会でコネ社会ですから生まれながらにして人生が決まっているようなものだそうです。 あくまでこれは韓国社会にはびこる考え方であって、こうした考えを良しとする社会であってはいけません。こうした考え方がある韓国では、今のように経済が悪くなると、もう自分たちは努力しても上には上がれないんだと、若者が悲観してしまいます。実際に今の韓国の若者は絶望の中にいるんです。昨年まで韓国は先進国になったなんて浮かれていたのに、 今の韓国経済はどん底です。韓国の若者が悲観的になるのも無理はないでしょう。何に対しても意欲の湧かなくなる若者も増えていると言います。イギリスの BBC は韓国の若者がなぜ引きこもりになるのか、そうした現状を分析した記事を最近掲載しました。そこには韓国の若者たちは高い期待を持っているにもかかわらず、 それを諦めて自ら孤立しているとそのようなことが書かれていました。韓国保健社会研究院によると韓国の19歳から39歳の成人の約34万人えつまりこの年齢層の3%が引きこもりだそうです。世界最低の出生率と生産性低下に苦しんでいる韓国で引きこもりは深刻な社会問題なんです。 ABC は韓国で引きこもりの若者が多いのは実力以上のプレッシャーをかけられるからだとありました。社会的に成功せず家族の期待に応えられなかった時の失望感や疎外感が大きいんですね。しかも努力して頑張ってもチャンスが与えられない社会では若者たちの心がすさんでいきます。 そんな中で韓国では大学入試センター試験を受ける若者の数が今年は過去最低だったことが分かりました人口が減少していることもありますがそれだけではなくて今の若者の雇用状況が背景にあるんです韓国では潜在的な失業者も合わせれば若者の4人に1人が失業しているという報道もあります お金をかけて頑張って大学で学んで卒業しても就職先がないようでは夢がありません。韓国ではなかなかスタートアップ企業やイノベーション企業が育たないため、若者は就職先として財閥企業や大企業、あとは公務員などを好む傾向にあるんですね。だから財閥企業や大企業に入ることができないなら、大学に進学しても意味はないとそう考えてしまうんです。 あと、そもそも大学に進学させるほど経済的に余裕がない家庭が増えていると、そういったことも背景にあるでしょう。まあ、こうしたところにも韓国経済悪化の影響が出てきているんです。最近ネットのニュースでは、韓国の若者たちの反日感情が薄れて、 もはや日本に対しては、交換すら持っているなんて記事も見かけるんですが、これも韓国経済が急激に悪化しているのを受けての報道なんでしょう。韓国は結局、日本との経済、日本からの経済支援なしには生きていけないんです。韓国の人々の反日思想は、 反日感情はもう終わったとは報道されますが、実際は韓国の人々が反日をする余裕すらなくなるほど経済的に追い詰められているからなんですね。ただそうやって自分たちの都合で日本にすり寄られても、それは本当の意味で日本との関係改善に努力しているとは言えません。 日本は引き続き韓国がどこまで態度を改めるのか冷静に見ていく必要がありますさて、ここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします